常対戦ルール。通常ルールは4人から8人でゲームを楽しむことができますが、この動画では2人用の対戦ルールの説明をします。城・砦の陣営カードの役割や隣接・遠方などの考え方は通常のルールと同じですので、先に通常ルールを確認してからこの動画を見ていただいた方が分かりやすいと思います。ゲームの準備。マケランディアマップをテーブルの中央に広げます。4人から6人用と7人から8人用、どちらの面を使っても構いません。7人から8人用の方が難易度は高くなります。今回は4人から6人用で説明します。まず2人のプレイヤーのどちらが光でどちらが闇の陣営で戦うかを決めます。決め方は適当な方法で構いませんが、例えばこのように光と闇の城のカードを2枚シャッフルして好きな方を引いて決めてもいいと思います。お互いの陣営が決まったら陣営カードを用意してよく混ぜます。用意する陣営カードは通常ルールの6人プレイの時と同じです。陣営カードをマケランディアマップの空き領地に裏向きにして配置します。カードが揃ったら一斉にオープンです。これで光と闇の陣営の勢力図が決まりました。陣営カードの配置が決まったら手札となるカードを用意します。用意するカードは通常ルールの6人プレイの時と同じです。カードをよく混ぜて、光のカードは光の陣営カードの上に、闇のカードは闇の陣営カードの上に山札としておきます。2人用対戦ルールではカードは手札として持つのではなく、各陣営カードの上に山札として置かれた状態になります。プレイヤーは自分の陣営の山札は全て見ることができます。ゲーム中、カードは必ず山札の一番上から順番に使うことになります。最初に山札が置かれた時、各プレイヤーは自分の陣営カードの山札の順番を決めておくことができます。しかし、カードの順番はゲームがスタートした以降は変えることができませんので、最初にカードの順番をどうするかが重要になります。これでゲームの準備は終わりです。ゲームスタート。闇のプレイヤーから交互に手番を行います。手番では攻撃・援軍のどちらかを選んで行います。通常ルールでは待機という選択肢がありますが、2人用ルールでは待機はできません。攻撃の場合、自分の陣営の城か砦を1つ選び、任意の敵の城または砦に攻撃を仕掛けます。攻撃するカードは必ず山札の一番上のカードと決まっています。通常ルールとは違い、攻撃するカードを自由に選ぶことはできません。山札の一番上のカードを手に取ったら、敵の城または砦にこのように攻めに行きます。攻撃を受けた城または砦は応戦しなければなりませんが、この時も必ず山札の一番上のカードしか使うことができません。この一番上のカードしか使うことができないというのが2人用ルールの大きな特徴です。せーのでカードをオープンします。勝利判定については通常ルールと同じですので、そちらをご確認ください。負けたカードは捨て札になり、勝ったカードは元の山札に戻り、何回でも使うことができます。ただし、強化カードと即死カードは通常ルールと同じく1回で使い切りになります。カードの出し方。すべてのカードは1枚で出すことができますが、ペアで出せる特殊能力を持ったキャラカードや強化カードは組み合わせて出すことができます。詳しくは通常ルールをご確認ください。援軍の場合、自分の陣営の城や砦に他の城または砦からカードを1枚補充することができます。ただしこの時も援軍として送るカードは
山札の一番上からしか送ることができません。送られたカードは同じく山札の一番上に置かれます。以上が手番で選ぶことができる行動です。遠征について、通常ルールと同じく各城や砦の間には距離があると考えます。隣同士の城または砦を隣接と呼び、それ以外は遠方ということになります。攻撃の遠征の場合、隣接の城や砦に攻撃をした場合は、勝ったカードは山札の一番上に戻ってくることができます。ところが遠方に攻撃をしに行く場合、つまり遠征をした場合、勝ったカードは山札の一番下に置かれることになります。つまり遠征をすると、次にそのカードが使えるようになるまでに時間がかかることになります。援軍の遠征の場合、援軍を送る場合も同じです。隣接の城または砦に援軍を送る場合は、送ったカードは山札の一番上に置かれますが、遠方の城または砦に援軍を送った場合は、山札の一番下に置かれることになります。このように攻撃の場合も援軍の場合も、遠征したカードは山札の一番下に置かれるというのが2人用ルールの大きな特徴です。隣接・遠方を考慮してカードをうまく立ち回らせることが重要になりますので、ゲームスタート前に山札の順番はよく考えて決める必要があります。ゲームの終了。山札が全部なくなった城や砦は攻め落とされてしまいます。攻め落とされた城や砦の陣営カードは裏返しておきます。敵陣営の城を攻め落とすか、敵陣営のすべての砦を攻め落としたプレイヤーが勝利となります。以上が2人用対戦ルールの説明です。このように通常ルールと全く同じコンポーネントを使って2人でもマケランディアをプレイすることができますので、様々な場面で人数に応じた楽しみ方をしてください。